山口県立萩美術館、浦上記念館は、山口県萩市にある美術館。なお、同施設の建設計画は、県立の文化施設を県内各地にバランスよく配置する意図を持って、下関市の山口県国際総合センターと、岩国市のシンフォニア岩国の建設といったようなものとして推し進められた。浮世絵、東洋当時、 陶芸の三つのジャンルを専門とする美術館。萩市出身の実業家、浦上敏郎が収集した浮世絵、東洋当時などを山口県に寄贈したことを契機に、1996年10月14日に開館した。2010年には400年の歴史を有する萩焼を、はじめとする陶芸の振興を目的に、新たに陶芸館を増築、開館した。 中国、山東省との友好関係を基軸に中国考古文物関係の展覧会や共同研究を行うことが特徴である。このような長期間での広告、文物関係を中心とした展覧会事業は日本のみならず中国においても滅多に見られず貴重なものである。2008年に日本の当時専門公立博物館で構成される組織、 当時ネットワーク会議に加盟した。2009年に発行された日本の観光地を案内する旅行ガイドブック、ミシュラングリーンガイドでは2つ星の観光施設として掲載され、改定第2版5月13日発行においても2つ星を獲得した。2011年度より山口県立美術館と一括して指定管理者制度を導入。 シンフォーニア岩国の運営管理で実績のあるサントリーパブリシティサービス株式会社により管理されている本館陶芸館ありがとうございます。